Y'all talking about drop something, at least I'm trying to drop something. I dropped New Paddock. Like, that shit ain't getting leaked. I've been trying to drop something. Bro, this is my life now. All I can do is make music. Bro, I named you talking shit. Talking shit? What does that even mean, though? どうでしょう。自分は悲しげだと思いました。テイキローです。今回は音楽業界の闇、ミュージックインダストリーの闇を掘り下げるのをメインでやっていきたいと思ってます。前回の雑談ビデオでは質疑応答からちょっと寄り道して US 付近のヒップホップについて喋るスタイルでやりました。で、そいつがですね、割と好評いただきまして、続編をやってくれと言われたので作りました。ちなみにすげえ雑談ってすげえレベルの雑談って意味じゃなくて、お前すげえ喋るな、すげえ雑談するなって意味のすげえだったんですが、まあどうでもいい。前も言いましたが US の音楽業界、特にラップ界は、汚ねえです。というより世界の社会構造自体腐ってますよね、言わずもがな。上にいるのも人間なんで、自分の私利私欲で物事を決めてるとかって、まあ話を相談してもしょうがないので戻ると、音楽業界やばいっす。この話日本で知ってる人はほぼいないと思います。わかんないですけどね。アメリカでも数人だと思います。なんでかっていうとちょっと規模が小さい話なんです。ジャック・ハローってラッパーを知ってますか？はい、ちょっと規模小さいですね。でもトラップソウルっていうトラップのビートにソウルや R&B を落とし込んだアルバムを作ったブライソン・ティラーっていうシンガーがいるんです。もう今やそのアルバムはクラシックって呼ばれてます。リアーナとコラボしたりしてて、ヒップホップと R&B の中間みたいな、いろんな人に影響を与えてます。ジャック・ハローはそんなブライソンとコラボ曲を出したりしてるので、知ってる人は知ってる系。これから上がってくる可能性は十分にあります。と、まあ、前情報はこの辺で、彼が何なのかっていうと、プロデューサーで彼にビートを騙し取られたって言ってる人がいたんです。場所はインスタで、プロデューサーグラインドってアカウントがあるんですが、音楽業界を専門にしてる弁護士のツイートを載せたポスト。暇だったら見てみてください。自分のコメントがあります。で、その弁護士が、もし何の取り決めもなしに自分のクライアントのプロデューサー、ビートメーカーに黙って曲を出したら僕とみたいな、まあバカみたいに言うとそんなツイートだったんですが、そこにそれは自分とジャック・ハローとでまさに起きたことだって書いてるやつがいて、そのポスト上だけじゃなくて DM でもその後そいつに色々聞きました。彼によると、ジャック側から彼にはまだ何も払われてないそうです。ちなみに Walk in the Park って曲です。話を聞くととても嘘とは思えないんですよね。だってそのプロデューサー、ジャックのアルバムの曲プロデュースしたぞって、プロモのインスタポストも上げてるんですよ。そもそもそんな嘘をつく必要がないんですね。火のないところに煙は立たぬってやつです。そのプロデューサーのコメントもそんないいについてなかったし、何よりそいつ自体有名なやつじゃなくて、フォロワーも1400人くらいしかいないし、まあ、レアな情報でしょう。また質問です。あなたはアーティストの曲を聴くときにその人となり、パーソナリティも考える人ですか？それともそいつの性格が最悪でも曲が良ければいいという人ですか？これどちらのタイプもいると思います。予想ですが、日本は重視するの割合が多そうです。まあ、予想ですけどね。日本だからってわけじゃなくて世界中にどっちのタイプの人もいると思います。自分は割とそういう人となりとかそういう周辺情報も入れて曲を聴いちゃう人なんで、ちょっとジャック・ハローうわーって感じになっちゃいました。今これからってアーティストでもそういうことするんですよ。なんか騙し合いの世界みたいな。どういう世界なのかを知らないのが悪いみたいな。プロデューサーが他のプロデューサーを騙す事例もあります。確かにこう有名なやつへのビート提供劇、クレジットがあって、フォロワーもいっぱいいるんですけど、俺は有名なやつのこのメールアドレスをいっぱい知ってる。この情報$200で売るぜって言ってたんで、まあ、絶対買わないんですけど DM してみました。この取引はそう長くは続かないぜ、決めるなら今だよとか言ってましたけど、うわ、くっせーと思って、詐欺です多分。いやー、業界は腐ってますね。さて、冒頭の映像についての話です。ルーズィはみんなが待ち望んでいるイターナルテイクというアルバムを出しません。なぜか、一つ目の理由がレーベルとのトラブル。二つ目が彼が出す気がないから。二つ目の理由から説明します。どうやら彼は今ファッションの方が興味あるらしいです。割と最近のインタビューで言ってました。イターナルアテイクはウーズィのファッションブランドの名前になるんじゃないかみたいな皮肉もいました。で、一つ目の理由、こっちがメインです。ウーズィだけじゃなくていろんなラッパー、アーティストが今も昔もレーベルと揉めてます。リルウェインとかね。今回はウーズィを例に使いながら喋っていきます。冒頭の映像は1年前のものなんで本人的にはまだ出す気があったんでしょう。俺だって出そうと努力してるんだ。俺にできることは音楽を作ることだけなんだ。ってな感じのことを言ってました。出そうとしてるのに出せない。それってレーベルが止めてる以外考えられません。メジャーレーベルとサインすることを魂を売るという表現をすることがあります。悪魔に。なぜかっていうと大抵の場合はかなり不利な契約をしてるからです。噂ですがウーズィはまだマシな方らしくて、他はもっと低い割合、ひどいパーセンテージだっていうのを聞いたことがあります。契約金ってやつがもらえるんですよ。サインをすると。でもそれはローンみたいなもので、この曲売れたなって時期が来てもその割に自分に収入がないと。なぜかっていうとレーベルが持ってっているから。それおかしいだろうってレーベルに言っても無駄ですよ。だってその記載がある契約書にもうすでにサインしちゃってるんですから。多分まあ浮かれ気味でサインしちゃってるんでしょうね。以上の事項に同意しますかって局面で、あーめんどくせえ、同意とかってクリックした人って結構危ない人なんでしょ、実は。まあ自分もやりますけど。でも読む人もいないですよね。で、前回も話したラッパーのライフスタイルのリアリティの話も少しします。世間にはメジャーレベルに入ったら金持ちだって言いたいわけです。戦略的に。戦略として。リルパンプって言いますね。昔からちょっと過剰じゃないですか。なんか不自然だと思いません？話題作りですよね、全部。そこは彼のすごいとこなんですけど。というか、リルパンプってなんか曲出してますか？全く耳にしないんですけど。何かの話題でリルパンプ出てきたんですよ。コメント欄見ると、あ、こいつが存在してるの俺忘れてた、みたいな。自分もそのうちの一人でした。フォールオフ。落ちたね、こいつ、みたいな。そのコメントの下に、そもそも上に行ってねえよ。フォールオフだから。オンだったことは一度もねえよ、みたいな。割とそんな感じに思ってる人いっぱいいますよ。で、またこれつい最近ですね。MV を撮ってて、で、ヘビ持ってたんですね、その時。そしたらガチで噛まれたと。よかったですね、噛まれて。いい話題が作れました。ちなみにそれ最初に見たのがコンプレックスかなんかだった気がしますが、コンプレックスとかワールドスターって金払えば何でも投稿してくれますよ。つまり金払えばこいつまだトップアーティストだって人々に思い込ませることができる。で、話に戻ります。メジャーレーベルと契約するのはラッパーの夢じゃないの。レーベルがよりメインストリームに持ち上げてくれるからスターになる近道じゃねえかって言いたくなるのはわかります。その反論にはもしかしたらそうかもねと言えますね。アーティストとレーベル間でウィンウィンの関係が成立している例もありますよ、それは。J. Cole、Earth Gang、Bass、Ariel Naps、JID。JID ってなんか本人が言ってたんですけど、自分のことは ジドって呼んでるんですけど、みんなに JID って呼ばれてるらしいですよ。などが所属する Dreamville や Schoolboy Q、J-Rock、Azay Rashad、Reason、Caesar、Absol and Kendrick Lamar の所属するトップダウン通称 TDE なんかはね、もうむっちゃ評判いいです。ケンドリックとコール、ニュースクールというかもう中堅かなぐらいの二大巨頭。人には人の数だけ好みってもんがありますが、俺イアン・ディオールが一番好き、でもケンドリックは間違いなくこの時代のヒップホップの頂点みたいな人結構いますね、なんか。ラップが上手いのはもちろんビジネスサイドに傾きがちなこの音楽業界で、彼らはアートの側面とバランスを取るのが上手いです。量は少ないけど質を上げるから結果的に売れるし、作品として評価されると。まあ、ちょっとその辺の人たち好きなんで話がそれましたが、なんでメジャーレーベルは悪なんて言い方をするんだと。確かにレーベルには強いマーケティングのコネがあります。宣伝は成功するでしょう。予約、ブッキングクルーもいい人知ってますね。いろんなとこにツアーも行けるでしょう。映像映えしそうなロケーション確保する。つまりロケハンですね。ハンとすることもできて、質のいいカメラクルーとか、レベルの高い俳優の連絡先も知ってます。だからかっこいい MV が撮れるでしょう。ただ、引き換えにレーベルはアーティストをコントロールする力を得ます。レーベルに入った時点で、自分のことを完全にコントロールできなくなるってわけです。レーベルはアーティストを商品として扱います。友達じゃないです。搾取の対象です。さっき言ったように、もらえるお金も管理下というわけです。ウーズについては契約が切れるのを待ってからイターナルアテイク。もうこれめんどくさいんで EA って言いますね。を出そうとしてるという見解もあります。ただ EA は仮にドロップされても、もうファンは満足しないってとこまで来てると思います。個人的に。期待を上げて、下げて、をもうやりすぎて、もう飽き飽きしてるイメージ。またせすぎたと思います。とか言って Apple Music でリークされた EA が、こう、何日か前に出たんです。自分は速攻でダウンロードしました。ちなみにすぐ削除されました。まあ、ネットに転がってるリークをもう漏れ出したやつの寄せ集めなんでいいんですけど。で、レーベルの汚いところは誰かが死んだ時も顕著ですね。XXX テンタシオンが死にました。レコードレーベルはよし、金の稼ぎ時だって感じだったんじゃないですかね。あれはお母さんがちょい悪者だったんでしたっけ？思い出せないですけど。ほいほいとこう、未発表曲も好きなように出すと、一番利益が出そうな方法で、これって悪魔の所業ですよね。じゃあメジャーレーベルは入らなきゃいいのかっていう話。まあそれもいい選択だと思いますよ。メジャーレーベルと契約することが、この2019年、もうほぼ2020年に必要なのかって話です。ケイト・オン・ダ・トラックっていう人がいまして、プロデューサーです。彼は活動家っていうか、まあ、プロデューサーなんですけど、結構発信するタイプの人で、語彙力がない。ゲイリー・Vって知ってますか？そんな感じの自己啓発をしてくれる人です。彼が言うには、今はインデペンデント黄金期だと。考えてみてください。インターネットで世界に繋がれて、もう SNS はデジタルの社交の場みたいなもん。そこでファンを集める。出版社も個人で探せるディストリビューションカンパニーも豊富にある。有名になるためにレーベルとサインするっていうのは一つの選択肢なだけなんじゃないかっていう話をしてました。だからもしこれを見てる人でアーティスト、ラッパー、シンガー、何でもいいですけど、になりたい人、あるいはすでにそうな人、ぶっちゃけインデペンデントでやっていくのは相当気合がいるんですけど、ただ自分のことを自分でしゃいでいます。時代は変わってきてるんで考えてみてもいいんじゃないでしょうか。ただ変な話、そういうのって歌詞の内容にできますよね。レーベルへのディスみたいな、あれと一緒です。The Weekndが、私生活で恋人とうまくいってました。別れたという報道がされます。なんとかハディドでしたね。じじだか忘れたけど。ファンはこういうわけです。お、いい悲しくてダークな新曲が出るぞって。これちょっとジョークっていうか割と愛のあるジョーク的な話なんですけど。で、ウーズィはスニークディスインって言って、水面下でのディスに、こう、ほのめかす程度のディスっていうそういう言葉があるんですけど、それをレーベルに確かしてた気がします。と、また脱線しましたが、業界の闇は深いという話でした。さて、前回の動画で好きなラッパーや有名じゃないけどこいついいよみたいなラッパーをコメント欄に書いてくださいって言いました。いろんな人が書いてくれてありがとうございます。というわけでお返しというか自分が好きな曲だったりアーティストラッパーを今から紹介します。特に新しいとかにはこだわりません。なんならトラップ以外も出します。アンダーグラウンドであるとかもこだわんないです。アングラだったのにメジャーになったら興味が冷めるとか、そういう人もいるんでしょうけど、それが全てじゃないですよね。もちろん逆にメジャーが全てでもなくて、全方位を狙撃します。ミークミルの Dreams and Nightmares って曲があるんですが、この曲が最高のイントロなんか言われたりします。パーティーでブラック黒人だったら一言一句逃さずにラップ、大合唱みたいになってんのを、ラッパーのパーティーだったりインスタグラムモデルのなんか動画だったりで見ます。で、ティーク・ユーズリンのファースト・デイ・アウトが新しいそのミークのイントロだなんて言われたことがあって、タイプが似てるんですよね。途中でビートチェンジっていうか、二人のラッパーのタイプも似てるんですけど、ただ最高のイントロ曲っていうくくりだけだと自分は違う曲が好きです。いきなりトラップじゃない曲ですが、ランソムのハンブルビギニングス。これはトラップじゃないです。これ入ってる EP の最後の曲に若干トラップっぽいパートがあるんですけど、基本的にブーンバップでこれはソウルフルな感じだと思います。これ出たのが2017年とかなんですが、政治的な内容も強くて、マンブルラップって言われるやつもすごい嫌いな人です、この人。で、何がいいか。あの大正義な感じのインストの上に乗る強いリリック。もうね、本当に気分が高揚します。多分わかる人ならわかります。パーティーでってんならありえないですけど、自分はかなり好きです。で、次はキューダフールでセイムタイム。この曲が結構新しいです。キューダフールはリリシストだと思います。言葉遊びが面白くてこの曲が結構良かったです。ケニービーツっていうプロデューサーがいまして、その人が作るビートとなんか相性がいいと思います。何回かコラボしてます。ちなみにケニービーツはもともと EDM でラウドパックっていうデュオで活躍してた人です。次がスミノのトリーナー。多分一番新しいシングルですけど、この人は過小評価されてると思います。独特ですよ、本当に。聴けばわかります。この人のだと No Ear ってアルバムが好きです。NOIR、これなんか誰も読み方がわかんないらしいんですけど、アースギャングみたいな、違うけど曲調の、そういう曲調のやつもあれば、バレイとチェイス・ザ・マニー的な808とボーンって、バレイとコラボしてるんですけど、そのアルバムで。共通してるのは奇妙な感じです。じゃあ思いっきりメジャーに行きましょう。フューチャーのソーリー。なんでフューチャーかよって思いましたが、自分ははっきり言って DS2 とモンスターを知らないで、フューチャーを見下してるのは色々ずれてるぞって思います。特に DS2 はクラシックって言われてて、最新アルバムの The Wizard は DS2 のフィーリングがあったんで結構評価されてます。で、ほんと最近ですが、モンスターはやっと大手の Spotify やら Apple にアップされました。自分はそれまで datpiff.com からダウンロードして聞いてました。datpiff っていうのはミックステープを落とせるサイトです。datpiff.com The Mixtape Authority ってやつですね。実はさっき紹介したランソムの EP も出た当初は Apple とかなかったんで、datpiff から落として聞いてました。で、遅れました。フューチャーのソーリーの何がいいか。まずこの曲7分くらいあります。珍しいですよね。で、タイトルの通りソーリー。これ多分元フィアンセのシアラに謝ってる曲です。ビートは9ビーツのメロディーにメトロのドラム数、もうこの時点で勝ち。で、バース3は必聴です。フローがパチパチ変わっています。あと忘れられないのが途中バース1のライン。妊娠してる女性にクラックコカインを打っちまった。俺を許してくれ。Wow! このラインは結構何かを感じましたね。実はこの曲 DS2 の No The Meaning って曲に似てるんです。てか確実に寄せてます。ターンアップな曲だけじゃなくてこういう内省的なとか恋愛テーマの曲も結構多いんですよね。だからフューチャーは外せないです。次は関連でっていうかお互いの体に名前のタトゥーが入るほどな関係のヤングサグで Take Care。実はフューチャーとヤングサグって昔小競り合い、ビーフしてたことあるんですけど、今はお互いの体に名前です。お前らゲイすぎなんて言われてました。俺もそう思います。面白いですよね。Take Care はいいですよ。アルバム Beautiful Saga Girls の最後の曲で、バース3がいいです。なんかちょっとマシュメロ EDM 的な匂いも感じます。このアルバムは多分ヒップホップって何って人に勧めるべきだと思います。すごいメロディックだから。ちなみにこの曲サガのメロディー、フローは最高です。歌詞はいつものサガって感じです。マクソクリームの Meet Again。この人はかなり好きです。間違いなく歌唱評価されてますね、この人は。リリックがリアルすぎる。結構わかりやすいんですけど、でも深い。ちなみにクラブバンガー的な曲も作ったりして幅の広いラッパーでもあります。次が、ダックワースのたまごっち。正直言うと初めて再生した彼の曲で、もちろんタイトルに惹かれてです。で、後悔しなかった。もう明らかに好きでありますよね。魅力的なリリックが多いです。この曲はトラップですけど、トラップにこだわってるわけじゃないのもあって、クラブでかかるかって言われたら微妙なラッパーですけど、変わってるし。前、スパイダーマンかなんかのサントラの曲に名前が載ってた時は、おーってなりました。セイント・ジョンのローズです。一個古い方のアルバムです。自分はそっちの方を多く聴いてます。この人はずっと裏方にいたんですよ。確かゴーストライターやってて。で、どうやって見つけたのか忘れましたが、新曲として YouTube に MV で上がってる時に見つけたのが最初で、うわ、こいつ上がりそうと思ってたら今年になったらリルベビーとコラボっていう。もう業界内では有名なんですよ。JZ 含め大御所がいるパーティーに随分前から出てたり、確かその時の写真をインスタに載っけてたんですよ。で、コメントしたらハートつけてくれるっていう。なんかそういう庶民派的なとこもあって、それはもちろんスクショしました。あ、こいつ絶対いいやつだって。フォールンっていうプロデューサーとほぼタッグみたいな感じでして、そのフォールンのビートもめちゃくちゃいいです。質がいいです、ものすごく。ただですよ。ただ、まだまだ過小評価されてます。全然ビルボード上位に行ってもいいんじゃねってくらいには思ってます。最後にコリー P で throw your dog a bone。この人はコダックとビーフしてました。そんなに有名じゃないけど結構いいと思います。リリックがかなり好きです。この曲はコリーバイブル2ってアルバムからの曲で1曲目です。またイントロからバース1からやられます。大抵のスーパーヒーローにはテーマソングがある。そんでもってこのアルバムはリアル N のリングトーンテーマソングだ。あとフックのとこが聴いてて楽しいです。アドリブが。普段からちょっと変なやつです。インスタで見たのがコリーがファンと喋ってんですよ。で、そのファンは耳が聞こえない、耳に不自由があったんですね。つまり手話で会話してるんですよ、楽しそうに。普通の人だとなんかちょっと手間だなとか考えそうですが、丁寧ですよね。ファンを大事にする愛を感じました。とまあ、キリがないのでやめます。割とバランスよく出してみたつもりです。好評であればこの曲紹介もまたやります。実はですね、これ作ってる時にチャンネル登録者が1万人突破しまして、はい。感謝を申し上げます。単純なことですけど、再生回数が伸びると励みになります。つまりやる気が出ます。自分は大変強欲でハスラーなんで、もっと多くの人にチャンネル登録とベルを鳴らしてもらって、いいねとコメント、シェアもいいですね。もうしてください。してくれたら喜びます。ということで今回はこの辺で、ピース。